日中国分寺とキビロ自転車道岡山県道700号岡山総社自転車道線は岡山県岡山市北区から総社市を結ぶ自転車歩行者専用の一般県道である通称キビロ自転車道日本の道百0線の一つ岡山県岡山市北区の岡山県総合グラウンドを起点として同県総社市の国道180号市役所入口交差点に至る ルート設定を取る県道。キビロ自転車道は、通称で、岡山市、倉敷市、総社市を結ぶ、延長約 22km の自転車道である。特に、岡山市の市宮地域から、総社市のスポーツセンターまでは、ほぼ旧山陽道に並走するルートを取っている。本県道が設定されている沿線は、キビロと呼ばれる、かつての古代キビ国における中心エリアとされており、 歴史ある寺社や古墳が点在している。本県道はそれらの史跡をめぐるための観光路線としての側面を有しており、岡山県南における重要な観光地である、木ビ路の自然と史跡をめぐるサイクリングロードとしての価値が評価され、1986年8月10日の道の日に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選ばれている。 路線上には路線番号案内標識が設置されていないが、その代替として、キビロの文字と自転車のマークが描かれた方向指示標識がルート上の各所に設置されている。なお、桃太郎線の備前一宮駅、備中高松駅、総社駅では、周辺観光と本路の通行を主目的とした地元自転車店によるレンタサイクルが運営されている。 この3駅に設置されているレンタサイクル店舗間では、各店相互間における自転車の対応及び返却が可能となっている。岡山市北区一宮の本線と木部線、中屋敷踏切。車道部分は、岡山市道で路肩及び路側帯のみが本県道となっている、本線単独の区間においては、基本的に自転車歩行者専用道路とされているが、 各重複国剣道及び自動車通行可能な市道との重複区間においては自転車歩行者用の路肩や路側帯が本県道に指定されており自動車道との併用道であることも多い。こうした重複区間の中には路側帯表示のみという通常の剣道と同様の道路設備になっている場所もあるのでそうした場所では当然通行に注意する必要がある。 また、総社市スポーツセンター以降は、総社市内の住宅地から市外の中央部に入るため、上記した方向指示標識が設置されておらず、ルートが定まらずに迷うことも多い。起点となる岡山市北区の津島交差点付近には、岡山県総合グラウンド脇の歩道の頭上に、起点からの方向指示標識が存在するが、一方で終点となる。 宗社市の市役所入口交差点付近にはこれを奇襲点とする方向指示標識は設置されていない。津島交差点にある宗社側からの終了標識津島交差点歩道と横断歩道が本堂指定部分本県道は岡山市、倉敷市、宗社市にまたがる自転車道である。木々文化発祥の地、木々露不時の丘を通る沿線には自社建築物、古墳群、 城跡などが多数保存されている。岡山市街地を抜けると、大和朝廷から派遣された四、道将軍の一人である、木びつ彦の命が祀られた、木びつ彦の神社がある。ここから西に1キロメートルほどのところに、記憶入りも屋作りの本殿と拝殿が、国宝に指定されている、木びつ神社がある。さらにその先には、日本で4番目の大きさを誇る作り山古墳や、 コウモリツカ古墳などの古墳群がある。また、その中心に岡山県唯一の五十頭を持つ備中国分寺が立つ。ありがとうございます。